チョコレートをください。どうも、今日はですねバレンタインデーということで、男性諸君の皆様、チョコレートをいただいたでしょうか。そして女性の皆様、意中の男性や義理チョコを渡しましたか。今日のオープニングトーク、僕が初めてもらったチョコレートの話をしたいと思います。そして長くなりそうだったらエンディングの方に回します。僕がバレンタインデーで初めてもらった、はい、どうもピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールスインテトリスランドということで、見つけた瞬間これはやるしかねえと思いましたね。テトリスの要素を詰め込んだトロールコースでしょ。どんなコースなんだと、めちゃくちゃ楽しみにしております。それじゃあ早速やっていきましょう。僕の予想じゃテトリスの形をしたブロックあるじゃん、あれがいろんな場所に散りばめられてるみたいな、そんな感じだと思うんだよね。いや、なんでよ。じゃあ開幕ダッシュで右のキノコを取る、これで合ってる。あれ間に合わんよ俺。このコインは何だろう。なるほど、この場所まで来たらツタを出してくれるっていうわけで、さあキノコを取って進んでいきますか。あ、ほらほら、なんかテトリスの形があるでしょ、上に。多分こういう意味なんじゃないかな、テトリスランドって。さあこの場所は、なるほど、ガリガリの中にファイヤーが隠されてるっていう感じか。じゃあこのキノコを取ってガリガリの中に突っ込んだらファイヤーがある、そういう感じでしょ。あれ、あ、なるほど、オートブロックかなんか隠されてるよ。じゃあこの状態で氷ブロックを溶かしてパンを取る。え、なんで出てきたの、なんで出てきたの、あなた教えてよ。いや、マジで見えなかった、トゲソウおらんくない。え、どこにいたんだ。あ、パウブロックの裏に隠されてるよ、多分あのトゲソウが出てきたんだろうね。さあ進んでいきますか。ここはファイヤー状態、チビにならなくていいのかな。ちょっとこれはまずいパターンでしょ。え、この方で絶対なんか出してくるよ、さかなか、それとも抜け殻。じゃあここは一旦チビになって進まなきゃ、多分先に進めないと思うんだよね。そして左おしっぱしなきゃいけない、そういう感じでしょ。うわ、どこのコースターが3つもあるんじゃねえか。これ左おしっぱしておくね、常に左おしっぱ、これが正解でしょ。もう左おしっぱだよ、頼むってテトリス。待って、上に行ってよ。うわうわーってなんだ。じゃあここどっかのタイミングで右に行かなきゃいけないと思うんだよね。絶望的じゃない。じゃあここは3つ目のドクロリフト、降りた瞬間すぐ右おしっぱ、それで大丈夫、ナイス。そして今度はどうしよう、メットを持って、この四角怪しいよね、この四角の場所に蹴ってみる、そしたらどうかなる。ほら、場所バッチリでしょそれ。いや悪くないよ、このオンオフするところまでは絶対合ってて、そしてこっから左下に行けばなんかある。なんもね、上戻れないのかな。あ、上戻れるね、上一旦戻ろっか、戻って、はなー。分かったよ、この場所に追っておいて投げればいいんじゃないの。そして右を進化して土管に入る。あ、入れんよ。マジかよ、入れねえ、どうにかしよう。ガバ発見しました。マジかよ、なんもなんね。一旦左からやってみる、何回かオンオフ変わってるじゃん、こっからしたら何回かオンオフ変わって下に行けるみたいな。なるほど、そういうことです。進んでいきますか。ここはどうしよう、アテナブロック叩いてみる、はだまたお前か。じゃあここのハテナブロック無視して一旦右上に行ってみる、そしたら、なるほど、ここでツタが出てきてドアに入れるっていう感じで、さあ進んでいきますか。よしよし、ここで中間ポイントだね。このハテナブロックなんだろう。どっから出てきたそれ。さっきキノコ出てこなかったっけ。あれ、鉄球も一緒に出てこんやった。さっきの鉄球何だったんだろうね。さあこのアテナすげえ気になる。一個だけポツンってあるけど、これは何でしょう。なかなかこんなに逃げれる猶予があるんなら絶対避けれるよ。さあこの上は花でした。そんじゃあ次は下の扉に素直に入っていきたいと思います。もうこれしか道がないで、ね。危ねえ。何この人、この青には何を、どうしよう、このまま何もしないでいいのかな。ピンスイッチも押さないで上に行くよ、これで合ってる。何か襲ってきてるよ、何か上張りしかないで、頼む助けて、誰か助けて、何すんのモンキー。そんじゃ次はピンスイッチ押してみようか、このピンスイッチ押したらどうなるかな、ね、モンキー。いや、ここの行き方がマジわかんねえ、ピンスイッチ踏んでも左の砲台が降ってくるだけなんだよね。だって上行ってモンキーが出てきた瞬間下に行く、それで合ってんじゃないのかな。来ました、これでピンスイッチを踏んで右に進める、ナイス。そしてパンを叩く。
花畑が見えるね。そして僕気づいたことがあるんだけど、このつららの前坂道になってるでしょ。ここ走ってしゃがめば抜けれるんだよね。そしてもう一つ、このトベレに入ると青いトゲメットがいたと思うんだけど、その前もね坂になってるんだよね。ここも同じ方法で行けば行ける。おー来たわざわざ上に行かなくてもいいっていう攻略を見つけてしまいました。さあ進んでいきましょう。次は何が来るんでしょう。サンボ、そっちはこの土管から出ると左にダッシュだね。これでシーソーは抜けれるっていう感じか。左のキノコすげー。あ、違うな、こっちが正解。はっ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 やべー、あっつ。じゃあここは左でよかったね。このキノコを取って被弾して土管に入れっていう感じか。さあ進んでいきますか。ここはどうすればいいんだろう。あ、合ってたんじゃない。どう Y って書いてるよ。上のスターか、それとも上か。いや、上じゃねえか。下のスター取ってみます。頼む、合ってて。なんでここさ、スターを取って上に行くんじゃないの。だってこのギリギリスターが取れるところにさ設置してあるっていうのがすげえ怪しいよね。これ左はまだだね。右に行きたいと思います。どうなる。なんでバグがあんの。僕は無敵だよ。え、このスターいらなかったのかな。取っていっても取っていかなくてもいいってこと。一旦この場所から動かないでみるよ。ここジャンプしていい、いいかな、いいかな、気になるもいいかなよし、なんもねさあ、そろそろ二つ目のチェックポイントが欲しいところ。ここは左を進化します。それで合ってる、合ってる、合ってる。なんでよじゃあ次は右ダッシュするよ。それでここの場所は抜けれるっていう感じでしょ。さあ進んでいきましょう。次はどんなんだろう。ここはヨッシーに乗る。大丈夫、生まれて神じゃねえか。あ、左にヨッシーが出てきたけど、これ届くから、ちょっと勢いつけてジャンプしてみるね。届いて、ナイスさあ行きますか。ここは鍵か、隠しブロックありそう。隠しブロック出てきたらすぐヨッシー捨てるね。はっ、どっちもダメじゃあここはヨッシーと一緒に下に降りて左を進化。これで多分大丈夫。ナイス。でこのバネを耐えていかなくちゃいけないそういう感じなんじゃないかな。いや、もっと降ってきたよね。ここは、あっ、いや大丈夫大丈夫、まだ間に合うよいや何が間に合うか分かんないけど、え、どうしよう。これもう進めんよね。バネとピースイッチを踏むなって書いてる。これやり直し聞かないから、多分やり直し聞かしてよ、お願いって。これもうそバーがあるからいけねえか。そんじゃこのドアなんだけど、バネとピースイッチはダメって書いてたよね。それがまだよくわかんないんだよね。どういうことだろう。ここでピースイッチを踏むなっていうことでしょ。あ、なんか今回戻れたよ。じゃあやり直し聞くんじゃないの。一旦さ、ここでもう一回やり直してしゃがんでおく。そしたらピースイッチは踏まない。あれ、踏んでしまうね。ヨッシーを捨ててこいってことかな。ちょっと一旦ヨッシー捨てて、この扉もう一回入っていってみるね。この状態でしゃがんで入っていってみる。そしたらどうなるか。来い、ナイス来ました、中間ポイントゲット。そして、あ、間違えた、すいません、しょうもないミスをしてしまいました。まるあるですね。さあリフト渡っていきますか。頼む、何もないでね、隠しブロックとか。ナイスあの P を取れってこと？やるじゃん。じゃあここのリフト乗ってこのタイミング、ナイス、これで黄色いドカに入れるっていう感じでしょ。さあ進んでいきますか。次は魚に当たって P を解除っていうことだね。このまんま、え、どういうことだろうね、ここ。あっ、いや、合ってたんじゃないこれ。で、このまま下に降りればいい。ナイス、合ってる合ってる、これで絶対合ってるよ。さあ進んでいきますか。ここはどういう感じなんだろう。このパンは持つ、そして倒す、そして右の土管に入る。ナイス来ました。さあここでオンオフをして左に逃げるよ。なんでうっそじゃあここは右を進むまでに、そういう感じじゃないから。そしてここで下に行く。ナイスいや落とさんでよ。どうもありがとうございました。
はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオネタ32マスの黒バラ跳びということで、そのコース名の通りですね、とんでもないジャンプができるコースなんじゃないかとそう思ってるんですよ。で、説明文にさ35マスとかいけるかなって書いてるじゃん。32マスが限界っていうわけじゃなさそうです。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 4.6% で、今回は激ムズコースっていうわけじゃないんだけど、たまにはこういうネタコースもいいかなと思って、さあどんな感じで32マスを飛び越えるんだろう。これ音符に乗ればいいのかな。音符に乗って、なるほどすげえそういう仕組みになってんのね。なんかトロールコースでも出てきそうじゃない、こういうギミック。じゃあここの音符に乗ってさ、フルリンをなんでよ勢いつけてよえ、この音符に乗るだけでいいよね。音符に乗ってクルリンを繰り返せば、いや届かんね、勢いがいるってことかな。じゃあちょっと走ってジャンプしていってみるで、走ってこう、ナイス、これで届いたんじゃない。やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、いやちょっと待って、今クリアしたコースにさ35マスまでいけるかなって説明文に書いてたと思うんですよ。それを検証していきたいと思います。ということで今回このコースを作ってまいりました。一応ゴールまで35マス分きっちりあると思うんだけど、みんなと一緒に確認していこうかなと思います。まずこの音符ブロックは0、その右から1っていう風に始めていくね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、一応10個目のところにねコインをね設置してるんだよね。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20でしょ。で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、ここでね30で1、2、3、4、5で35マス目きっちりだと思うんですよ。ちょっとこの地面消していくね。ということで35マス止めるのか検証していきたいと思います。どうなったいやちょっと待ってジャンプミス、ジャンプミス、いやちょっとジャンプミスしてしまったね。もう一回やっていこうか。どうだ35マスうわむずっけ、これ相当難しくなるね。35マスはここは34、33、33マスがギリギリなのかな。まだやってってみようか。うわこの辺が限界なのかな。いやクルリンのタイミングがバッチリ合えばいけると思うんだよね。うわ34、おっし、もうちょっとでいけそうなんだけどな。これでうわくっそ、あともうちょっと、あと半歩だね。あの半歩が多分難しいんだろうね。いやだから飛んでよ。これ35いけないのかな。34だったらいけそうな気がしない。いやえ35いけた、やったね。35はいけるっていうことが分かった。多分ねもうちょっとクルリンが上手い人は36いけるかもしれないんですけど、僕の腕じゃ35が限界でしたね。それじゃあご視聴ありがとうございました。いやこれマジで35だからね。今ちょうど終わろうとしたけど、もう一回数えてみる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、ほら35 疑ってはないと思うんですけど、きっちり35マス本当に飛ぶことができてます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。僕がバレンタインデーで初めてもらったチョコレート、小学2年生の頃でした。完全に好意があるのが分かって直接渡されました。もう小学2年生でそんなのもらったらめっちゃ嬉しいじゃん。なんで放課後ダッシュで家に帰って冷蔵庫に入れたんですよ。そしてその冷蔵庫に入れたチョコレート貼り紙をしておきました。誰も食べるなと。いやマジで張り紙してて、で晩ご飯後に一人で落ち着く場所に行ってそれを開封したんですよ。そしたらなんとまあ小学生の低学年では買えなさそうな立派なチョコレートが入ってました。そして感謝の気持ちを持って口にしてみたんですよ。すげえ苦かった。多分カカオ 80% ぐらいあるんじゃねえかなっていうぐらいめちゃくちゃ苦かったんだよね。いやそんな甘くて苦い時代があったなと思い出して心がポカポカしてるんですけど、ただ今この時マリオメーカー2をやって編集して誰からももらうことができません。ということで誰かチョコレートください。この動画が良ければグッドボタン、そして
リオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。